こんにちは、SD ウィンズのマサです。今回ご紹介するマウスピースはこちらになります。じゃーん、はい、クラウドレイキですね。時秀文さんというね、日本を代表するサックス奏者の方が、使用していることで有名で、かなり絶大な人気をね誇っているマウスピースです。今回7本ありますね。こちらはですね、個人持ちのものを私にちょっとレビューしてほしいということで送っていただきました。その方もね、時秀文さんがすごく大好きで、なんとこちらのねアメゼルのこのマーク7と一緒にね送ってくれたんですよね。好評が欲しいということだったので、マウスピースのね性格とかをちょっとこうメモして送るというようなことを今回やって、ちょっと動画に上げちゃおうということです。でまずね、最初に見たこちらヴィンテージのこのレイキですねの44なんですけれども、まあレイキってねちょっと抵抗感が少しあるんですよね。やはりこのヴィンテージ品っていうのはちょっとこう複雑な音がします。ノイズの種類も豊富ですし、やっぱり奥深さというかそういうものをすごく感じますね。ものすごく息をふっと吹いていくとですね、よくなってくれる、カリッカリッカリッとねものすごくなってくれるし、ちょっとその手前で止めるとそのカリカリしたものと、あとそのホワッとしたすごいこうサウンドが出てくると、面で来る音と線で来る音が両方こうあるというね、ものすごく扱える方に、とってはねすごくいいマウスピースだと思います。すごく吹いてて面白いですね。サウンド作りしてるなっていう感じをすごく感じます。まあそういったマウスピースですね、これすごく良かったです、吹いてて。でその次に吹いたのがこの某、ショップの選定品として売られているものです。これもね全然悪くなかったです。ものすごく吹きやすくて、はい、ああさすが選定品だなという感じだったんですけれども、ヴィンテージのレイキーと比べて音色の種類がちょっと少ないかな。バズというかね、含まれているノイズ、そういったものがちょっと奥深さを感じない。まあ吹きやすいんですけどね、まあ十分使えるレベルだとは思いますが、まあそういう印象を受けました。でその次吹いたのが、みんな大好き G チューンというやつですね。マウスピース有名ですけど、そこの後藤さんがリフェイスというものをやっていて、まあレールをねちょっと整えたりだとか、まあそういう歪んだところを直したりとか、そういうものをやってるんですけど、それの個体です。まあこれ聞いてて分かると思うんですけど、音の出がやっぱり全然違いますよね。反応もねダントツ早いです。やっぱり音の鳴りが全てにおいてすごく性能が向上していて、いいと思いますが、レイキーっぽさがちょっと減っちゃっている感じはしなくもない。要はちょっとね抵抗とかがないんですよ。まあ、ちょっとこうリフェイスっていうのはそういうところもまあ見ていかなければいけないのかなという感じはしますが、性能的にはねものすごくいいので、すごくいい仕事なさってるなと思って吹いておりました。でそしてこの現行品のレイキーですね、もうこちらただの市販品でございますが、ですね重いですね。やはりダントツこの4本の中ではすごく重かったです。4本ねこの44ってやつを吹いたんですけれど、
ども、の中ではダントツ重かったかな。はい、霊気っぽいっていうのも、まあ霊気っぽいんですけども、まあなんかそういうこうちょっとした吹きづらさというかね、結構こうグッとやらないと音がパッと飛んでってくれない感じがちょっとあったので、それが少し残念ですかね。はい、なんかちょっとムラがある感じがしました。はい、そしてこちらのヴィンテージレイキーの次は43ですね。こちらもやっぱりね、奥深さというか、なんかそういったものを感じます。44に比べると少しこう、こもった感じですね。まあ、ただ、ヴィンテージレイキーもたくさん吹いてるわけではないので、個体差かもしれませんが、43というのはどっちかというとそういう傾向なのかなという気がしました。こちらもね、すごく吹きやすくてですね、どっちかというとこう、マイルドな感じですね。ただ、やはりレイキーのその暴力性というか、鋭さというか、そういうものはアクセル踏んでいくと出てくる、はい、そういうマウスピースですね。結構ホワホワしたサウンドが好きな方にはもしかしたらいいのかもしれませんね。でその次吹いたのがまたまたこちらの G チューンのね、ゴッツリフェイス の43というやつです。やはりものすごくよくパーンと出るんですよねまあなので性能的には素晴らしいと思います。うん、がさっき言ったのと以下同文という感じでしょうか。ちょっとこう、うん、霊気っぽさはなくなっちゃったのかなという感じでした。はい、そして最後になりますが、こちらのね、53というやつね。で、まあ、これは某選定品らしいんですが、これだけめちゃくちゃ吹きづらかったですね。なんでなんだろう、リード合わないのかなとかいろいろ思ったんですけど、これだけね、格段に重くて、43をさらにこう、音を込めたような、なんかそういう感じがします。なんでなんでしょうかね。まあ、ちょっと、自分もそのレイキーのその設計思想とかちょっとわからないので、なんともね言えないんですが、まあそんな感じが、まあ、選定品でこれかという感じがしましたね。レイキーってね、私もまあ音大出てからちょっとお店をやりまして、そこで演奏をしておりまして、その時にまあいろんな方に相談したらレイキーがいいんじゃないとか言われてね、一番最初買ったんですよ。結構ねレイキー勧める人いるんですけど、ちょっと私はね最初からレイキーは自分の経験談なんですがやめた方がいいなという感じがします。っていうのは音程取るのすごく大変なんですよね。でそしてそのレイキーの良さっていうのが果たして、まあ、最初からジャズとかねポップスやるよっていう人に分かるのかっていうと、そうではないと自分はちょっと今回ねレイキーずーっと吹いてて思ったので、どちらかというとこうちょっとねメイヤーとかでこうすごく慣れていって、なんかちょっと違った方向性で音を作っていきたいなっていう時に、まあ、レイキーっていうのは初めていい選択肢になるのかなと、思ったりもしております。やはりね音程がやっぱりかなり上ずっていくので、ちょっと初心者の方にはきついかなという感じがしますね、正直なところね。はい、まあでも自分でねコントロールができていけばすごく面白いサウンドを作れると思います。はい、まあ時さんのね音もものすごく魅力的ですよね、個性的でね。まあただやっぱり音は彼にしか出せないのかなと今回ずっと吹いてて思いました。いろいろねヴィンテージとかもねネットとか見てると転がってるので、まあそろそろちょっと自分も違う冒険してみようかななんていう時にはこのレイキーをねぜひ吹いていただいて、まあそこで音作っていたりとかするとまあ面白いかなと思います。はい、そして最後こちら、使わせていただいたマーク7のアメセルというやつですね。まずね簡単にですがアメセルの特徴はここなんですよ。はい、彫刻です。このようにね花が開いてますよね、ここ開いてますよね。フラセルだとねこれつぼみなんですね。はい、で結構こう曲線的な感じで描かれているんですが、このアメセルっていうのは結構鋭角にねいろいろこういう風に、彫刻が入っております。そしてフランス製のそのものは落下が、焼き付けなんですけども、アメセルというのはね吹き付けなんですね。で自然乾燥という、形をとっているようです。で、マーク6になるとねここの F シャープキーがなかったりするんですけど、まあマーク7からはついているようですね。でマーク7の特徴なんですが、結構そのキーがね大ぶりなんですよね。はい、こう分かりますか、テーブルキーとかすごく大きいんですよね。まあこちらの小指のところのこのキーもそうなんですが結構大ぶりです。すごくこうしっかりとしたがっしりとした作りなので、まあちょっとそのパワーが出るというふうに言われてます。まあだん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 ねアコースティックな編成からまあちょっとその電子楽器とかがガーッと入り始めて、そういったものに対応していくっていうことで、まあ、作られた楽器だというふうに聞いておりますので、まあ、やはりちょっとこうパワーがあるのかなと。重量もね多分ね少し重いような感じはしなくもないかな。
はい、まあそういった感じです。まあこれはさっき言ったんですけど、あの時秀文さんが使用していたということですごく有名ですね。私もあの最初はね、マーク7を仙台に、帰ってきてから購入しまして、使ってましたが、あのすごくいい楽器でしたよ。これはね24万番台というかなりあのマーク6からもう移行直後ぐらいですね。マーク7使ってる方、まあ以前はあの本田雅人さんとかねがマーク7フラセルのものを使っていたんですよね。電子楽器と一緒にメタルマウスピースでちょっと吹きたいんだとかっていう人は、まあ、マーク7とかあのスーパーアクション80とかですね、まあ、そういったものも結構いいのかなと思います。ただちょっとねこのねネックのねここのねロゴがねダサいダサい言われてるんでちょっと見てください。これなんですよ、セブン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 というね、ここにあの7とここにね書かれていますね。マーク6だとなんかこう丸いなんかウニみたいなのわーって書かれてるんですが、これセブンと書かれてます。はい、ということで今回はまあレイキーの吹き比べとですね、まあマーク7の時秀文セットということで、検証していきました。いかがでしたでしょうか。まあ、こういったねあの吹き比べの、あの動画なんかもねあの本数があるときは、ぜひやっていきたいと思います。ということでまたね。